はい、どうもアッチです。本日の動画は私が最近加入したアークベースボールクラブでの打席をお届けしたいと思います。対戦相手はブレイブハーツさんでした。私8番 DH で出場しております。というわけでまず初球、低めの変化球見逃してストライク。このピッチャーね、セットになるとクイックがねとても速かったので、とてもタイミングが取りづらかったですね。続く2球目、これ低めワンバウンド、これをキャッチャーこいつ、ランナーセカンドに進みます。2アウト2塁となりチャンスとなったこの打席。続く3球目、これ甘いボール完全に打ち損じてショートゴロ、ゴロになっちゃいけませんね。続く2打席目ピッチャーは変わっております。まあ、練習試合ということでは多くのピッチャーが、登板しておりましたね。場面はワンアウト1塁2塁の場面。まあ、さっきの打席は普通よく振るってことはできてなかったので、まあ、この打席はガンガン振っていこうという打席でした。初球低めの変化球空振りでワンストライク。いや、低めにしっかり投げ込めるいいピッチャーでしたね。続く2球目、これも低めの変化球空振りで2ストライク。これは完全にタイミング合わなかったですね。続く3球目、これはまっすぐだと思いますけどもファール。依然カウントは2ストライクノーボール。4球目、これ低めの変化球を引っ掛けてファール。これ振っていってることでね、低めの変化球にだんだんついていけるようになってきたっていう感じですね。続く5球目、低めの変化球を待ちます。インコースにスライダー外れてボール。続く6球目、打った瞬間だと思いましたね。レフトスタンドに3ランホームランでございます。約1ヶ月半ぶりのホームランです。これスローで見ていきましょう。まあもう何が何でも振ると思ってたんで、まあ甘いところに入っていたスライダーかなと思うんですけども、まあ打った瞬間にああいたわーと思いましたね。はい、久々に確信ホームランを決めれて楽しかったですね。まあ、これキャッチャーの動き見てもらったら分かると思うんですけど、完全に失投ですよね。まあ、失投を逃さないっていうのはね、かなりあのバッターとしては大事な要素なので、まあ、それができたのは良かったかなっていう感じはしますね。まあ、飛距離はだいたい115ぐらい飛んでたということなので、こんなもんなんでしょうね。はい、いや久々に気持ちよく打てましたね。これ逆転のスリーランホームランだったので、まあすごいね盛り上がって、やっぱホームランはね一振りで雰囲気変えれるんでいいですよね。まあ、最近そのバッティングの練習で結構この取り組んでることがあって、まあそれがこれなんですけども、はい、バッティングセンターでですね、あのドラゴンバッティングっていうのにねちょっと取り組んでおります。まあ前から来るボールに対してフルスイングでボールを飛ばすっていうことだけを考えたバッティング練習ですね。某社会人野球選手の坂部選手がねインスタグラムの方でね広めていってるので、ぜひねあの皆さんもやってみてください。これ結構ねフルスイングでボール飛ばすことだけ考えるっていうのはね結構楽しいんでね、はい、いろんな打ち方で僕はやってますね。まあ、このホームランはその取り組みのおかげで一発出たかなと思っております。ただですね、試合終了5分前ぐらいですね、私登板しました。あのアークではね初登板なんですけども、2点リードで迎えた最終回でね、まあ、ちょっと久々に投げておきたいということで投げさせてもらったんですけども、まず先頭バッターにセンター前をあっさり打たれます。続くバッターにフォアボールを与えてしまってノーアウト1塁2塁で、この続くバッターですね、バントを失敗とかで、まあ、追い込むんですけども、ここからかなり粘られます。もう力押ししかねやるようがなかったんですよね。カーブ怖いし、これもいい球だと思ったんですけど低めに外れてボール。これどうやって抑えたらいいんだろうねとか思いながらね投げてたんですけども、
まあ僕のまっすぐいいとこ120なんでね、詰まらせてもこのように左中間を割られるんですよね。ということでこのツーベースヒットで2者が生還して、結局引き分けで終わってしまいました。野球は難しいですね本当に。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、いいね、応援コメントであちら見の動画も一本見ていただけると嬉しいです。それでは失礼します。Thank you.